無事でよかった。一体、あの部屋で何があったんでしょうか？今の部屋の向かい側です。はい。私はしばらくここにいますから。美味しいものを作ってあげるね。
ええ、上のフロアで何か重たいものがぶつかるような大きな音がしたの。誰か上にいるの？平気なの？気をつけて。
来ないで。何をそんなに慌てているの？女の子、もしかして迷子のことかしら。そう、お孫さん。あの子は北条さんに任せておいた方がいいわ。それよりちょっと手伝ってほしいことがあるんだけど。そう。よかった。君ですか。恥ずかしいところをお見せしましたね。私に何か？残念ながらこの子は何も覚えていないようです。千尋、お兄ちゃんにご挨拶は？こんにちは。すまんね。この子はちょっと変わった子なんですよ。
知ってる。すまんね、この子は人見知りでね。何か